カズチャンネルいつも来てくれてありがとうございます、うん。チャンネル登録してくれれば嬉しいと思います。まあ、何はちえこの話題も結構やってると思うんですけども、うん、もうね、この前ですね、うん、何はちえこが離婚した時の話あるんですけど、うん、その時はもうね、旦那さんの悪口がすごくなってました。ああ、渋谷天外がモデルやからね。そうそう。で、実物の話の説明を書いてたら、うん、下にボロクソに書かれてて、動きました。確かにね、僕もね、うん、ボロクソに書かれてもしゃあないなと思うことはいっぱいあってね。うん、あれ、今のは天海一平っていう役やんな、名前は。そうですね。天海っていうのは成田なんかな、うん、天海は音読みしたら天界やから、うん、あ、なるほど。だから渋谷天界な。なかなかね、考えますね。考えてるな、うん、そういう点でな。渋谷天界っていうのはあれ2代目渋谷天界となってますよね。けど初代の渋谷天界っていうのは、うん、昔の楽天会っていう一座を組んでた渋谷天界っていうのがおって、でそれの子供なんやな、今のモデルになってる渋谷天界は、うん、それがそれからそこの劇団で8歳の時に子役になって出てたんやけども、うん、10歳の時にもうお父さん亡くなるんや。若人ですね、うん、ほんで結局その、 劇団も解散してしまうわけな、うん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 。でそれで滋賀の屋短海って、短海武士っていう明治時代それこそ一世を風靡した、うん、まあ民謡で今短海武士ってあるけども、うん、そういう一座があって、うん、そこへ入るんやな。なるほど。ほんでその絵から蘇我十郎っていう、うん、五郎十郎っていうのがいう劇団があったりする時の蘇我十郎っていうのが渋谷天外に脚本かけて。ほんで そういうのは、まあ、勉強にもなる人。ただ、うん、脚本っていうのはすぐ人のをちょっと登用したような格好で、うんうん、解釈したような多いけども、うん、全くの新しいものを書くのを頑張りなさいっていうようなことを言われて、うんうん、それで渋谷天外自体はそこから脚本一生懸命書くようになるんだよな。なるほど、うん、だから渋谷天外はね、自分がその実際の俳優としてもうそこそこそら売れたけども、実際にはその脚本の方が多いね。あ、そうなんですね。うん、ほんで脚本の時は立て直しっていう、うん、筆名で書いてんだけど、うん、それは要するに立て直すっていうことやな。あこれで新しくその劇団を立て直したり、うん、そういう芝居っていうものを立て直すっていう意味の、だから昔のやり方と違うぞっていうところをまあ見せてる、うん、なるほどね、ペンネームやな、うんうん、でそういうなんでなかなか活躍すんねんけども、でそのうち蘇我十郎っていう蘇我十郎っていうのが、うん、そういう五郎十郎劇団なんかのやってた人やねんけど、ええ、その人やらが家庭劇っていうのをやった時に、うん、そこへ入るわけやな。あ、千葉天外ね、うん、天外はな、うんうん、で家庭劇に入ってそこにおる時に昭和、4年かな、4年ぐらいに渋谷天外っていう2代目天外っていうのを襲名しますっていうことをやるわけ、ね、うんうん、でその時になにわ千恵子なんかもその家庭劇に入ってきたわけ、うん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 、でその翌年に結局なにわ千恵子と結婚して、あ、結婚しましたね。ほんでな、この何をていくと結婚してるって言うんやけどな、うん、渋谷天外自体はな、うん、もうそのなかなか若い時男前でな、うん、人気もあったからな、うん、それから女の子もいっぱい寄ってくるわけや、それからもう劇団でももうあっちこっちもその手つけ放題につけで皆そのうまいこといくわけやわな、うん、それから何をていくなんかでも入ってきてすぐに結局その手つけられたっていうことやな。ですね、うん、それでまあ結婚する、うん、だけどもずっとその女癖の悪いのは収まらへんわけや。あ、いろんな人手出してた。うん、だけどもなにわ千恵子もまあまあ自分もその口やから、うん、手つけられた口やからな、うん、もう癖は知ってるわけや、うん、だからもうほとんど黙認で結局誰かと劇団の中のが手つけた言うと、うん、もうすぐ様子が分かって、うん、あのこと今できてるなとかいうぐらいの感じやったんや。なんかね、伊藤博文思い出しますわ。うん、そやけどもそれでもまあちゃんと、まあ、芸人が少々女遊びするのはええぐらいに昔の人は思ってるから、うんうん、何も言わへんだわけや。なるほど。でそれがその自分の五郎劇団、蘇我十郎五郎劇団の五郎が亡くなって、うん、
でその時には松竹家庭劇いうのと、うん、それから自分が作ったアットホームっていう、うん、劇団、え、当時アットホームって言ったんですか。うん、アットホーム言うて、ね、何はチェックやらと自分で劇団作ってた。アットホームが職場ですって言いますか、ね。うん、それから五郎劇団があったわけな、松竹家庭劇、うん、アットホーム、うん、それからあの曽我根屋五郎劇団、うん、んで五郎劇団はものすごい人気があったんやけど、その五郎が急死したから、うん、ほんで松竹がその家庭劇とアットホームとそれからその五郎劇団の残党とひっくるめて松竹新喜劇っていうのを作ろうということで、それでみんな呼びかけて、それからそういう時にあの甘美なんかも それまでにも家庭劇なんかに入ってたから呼ばれてんやけどね。ほんでその新喜劇になった時にあの九重京子という女優がおって、でここね京子というのは、うん、あのその時も OSK って言って大阪松竹歌劇団っていうのが、ね、ほうほうほう、大阪松竹歌劇団っていうのはね、もともとね、うん、あの宝塚があの歌劇団や、少女歌劇団やったろ、うん、でそういうのがあのできた時にね、うん、あの少女歌劇団ばやりでね、うん、大阪にもそれからあの地方の方 広島とかな、うん、そんなとこにもな、うん、あのそういう少女歌劇みたいなもんがいろいろできて、要は宝塚のマネみたいな、マネみたいな、うん、でその中で松竹自体も乗り遅れたらいかんちゅうので、うん、松竹歌劇団っていうのを作ったわけやな。ほうほう、なるほど。ほんでそれが結構その他のとこはみんな弱小で消えたけども、うん、松竹歌劇団だけ残ったんや。おー、ほんで結局その九重京子という子は、うん、あの最初、宝塚歌劇団に一応歌劇団じゃなしに歌劇あの宝塚歌劇学校、うん、まだその予備軍やな、うん、それに入学したんやけども、うん、家から遠いし、うん、それから寄宿舎へ入る金もないしっていうんで、うん、まあ大体九重京子のとこは、うん、あの親が母親は産婆さんしてて、うん、で父親は誰か分からへんっていうのは結局その当時その親から結婚を許されずにその子供ができてるっていうか、うん、だからその親の名前も知らんっていうような状況やし、うんうん、でまあ、 あの宝塚というとこはあのどっちか言ったらその自分はあのそういうとこの子はあんまり取らへんから、うん、あのまあ辞めたっていうのも あのそういう理由かもしれんな。なるほど、うん、もう一人同姓同名の人がいるけど、うん、あれはそうそう、だからね宝塚にはね、うん、九重京子というね、うん、あのもっとかなり古い人やけどね、おってね、ほんでまあ財団中に死んでる人がおるね。あ、そうなんですね。ほんでだからその人とねよう間違えられるね、同姓同名。それ聞いた時、うん、あれと思ったんですよ、うん、だから宝塚にはそういう人がおるからね、うん、だけどもあの九重京子のあのその芸名っていうのは、うん、その宝塚辞めてすぐに大阪松竹歌劇団に入団して、うん、そこの結構長いことおんやけど、ええ、そこへ入った時につけた芸名なんや。うん、それからあの全然その宝塚の本来の宝塚の、うん、あの九重京子とは関係ないわけやな。なるほど。だけどもよう間違えられるわね。そうですよね。うん、それが結局 OSK を昭和22年に退団すんやけど、うん、対談したらすぐその松竹新喜劇に呼ばれて、うん、でそっちに入るわけや。ほうほう。ほんでその時はもちろん何は千恵子と新兵天外結婚してるわな、なんで一緒にして、うん、で随分若い子やし、うん、で何は千恵子は自分に子供がないから、うん、だからものすごくその九重京子可愛がるわけやな。ああ、自分娘のように、うん、ほんであのそういう点ではね、藤山甘美なんかでもね、うん、入った時にね随分可愛がられてんや。うん、でそういうなんでね、あのものすごく可愛がってる子に、うん、渋谷天外は手をつけるわけ。ひどいですね。で それもね、うん、もうそのあんたが好きやっていうのは、まあ、言うてるわけな、渋谷天外は。その九重京子で九重京子が、うん、なんかお腹が痛いかなんか言うてるから、うん、薬買いに行ってこいって言うて何は千恵子に言うて、それもどうかと思うんだよな。ほんでその間に手つけるわけや、うん、ひどいね、うん、ほんでそれがバレてさすがに何は千恵子も怒るんやけども、うんうん、まあいつのことかと、うん、そやけどほしたら妊娠したりするやろ、ええ、でこれでものすごくもう激怒するわけな。それはね、うん、ほんでだから何は千恵子はこの時初めてその九重京子を叩いたっていうわな。今は叩いてなかったのも意外ですね。うん、そうそう、それから今までのはみんな黙人やわな。じゃあそうじゃなくて、あの、うん、劇してる時とかね、うん、すごい優しかったですね。そう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 。
あのきつい役もできんねんけどな、うんうん、だからその時は実際に叩いたっていう。今で見たらかなりひどい裏切りですよね。そうそうそう、そういうのやからね、うん、だから僕はやっぱり渋谷天外っていう人はね、うん、どうかと思うけど、ね、今同じことやったら、うん、ここのね京子は、うん、あの事務所クビですね。ああ、うん、で結局それであのなにわ千恵子は、うん、まあ、あの別れることになんねんけども、うん、だけどなにわ千恵子もね、うん、別れるもんのね、うん、はっきり離婚はせえへんわけや。離婚届にサインしないと。そうそうそう、そういう格好やな。キリキリみたいな。うん。ほんで結局は、あの、自分が、あの、お父さんお人よしやらで、うん、呼ばれて、うん、あの、売れるようになってから、やっと離婚成立や、ほんまの正式に。離婚しなかったのは、この二人許してなかったからですね。そう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 。で、まあ大丈夫になったから、まあもういいか。もうええかっていうことになって、向こうも子供がおること、うん、おることやしね。内心では、まあ渋谷天狗のことをってみたいな。うん、好きは好きなんやけども、うん、っていうことやな。だけども二人目ができ、その二人目のできたんが、ええ、結局今の三代目の渋谷天狗。だからこの前、お千葉に出てた主演さん。あ、ちょっとなんか主演かなんかの役で、あれですね。ちょい役やな、あんな。あれは直接の長男じゃなくて、その次の子ですよね。うん、そうそう、あの、あとか、あと、うん、なんかそういうのもできたこともあるし、二、うん、人目もできたし、うん、っていうことで、もう、しょうがないと。あの、それまではね、あの帰ってきてほしいっていうのは僕も前言うたでしょ、あの、うちのおばなんかに言うてたのは、うん、いつ帰ってきても平和にちゃんと筑部の旅館にもそういう部屋こしらえてあるよっていうようなことを漏らした、うん、あんまり他の人には言うてないやろうけども、うん、そういうなんでかなりあの気は残ってたけども、もうその平和っていうことなんやろな、うんうん、その頃には宗教にもハマってたの。そうそうそう、それもあるやろな。なるほど。ほんであのそやからね、やっとその正式に結婚できたわけな、渋谷天外は。ここの影響と、それまでずっと未婚の状態なんですね。そうそうそう、未婚の子供やな。あの、かたやね、その一緒にやってた新喜劇の中でね、蘇我屋五郎八っていうのがね、でこれはこれであのもちろん結婚してんやけども、うん、正式の結婚式挙げてない。ほう。それがまあ昔はそんなん多いよな。多いですよね。うん、ほんでそやから言うので、松竹新喜劇がちょうど10周年の記念の時に、うん、あの舞台上で、うん、合同結婚式挙げてね。ああ、そうなんですね。その、うん、ここねさん、ここねと、それから、あの、五郎八夫婦と。で、その時に何はチーフを呼んでたら笑うんだけど、さすがに、それはないから。それはないでしょうな。やったら人間すると言われるわね、うんうん。だから、まあ、そういうこっちゃな。うん、なるほど、うん。まあ、こう見てみますね、ドラマではかなりマイルドに書かれてたかなと思うわけですけども。うんうん、まあ、やっぱね、現代でやったらとんでもない人間のクズですよね。うん、もう、女好きっていうのはね、うん、結局一筋じゃないね、みんな、うん、もうあっちにもこっちにも目が行くわけや。あの今で言うとこの宮崎五郎みたいな、うん、あの元政治家のあんな感じかな。だからそんなんがまあ、だけどこれはまた言うたらまたあのあれかしらんけども、うん、男というものは本来そういうもの、うん、まあ昔はね、うんうん、これは、うん、あの動物の本能としては正しい、もう正しい、うんうん、今の何のために精子があんだけたくさんあって、うん、男子は1個しかないかっていうことを、うん、なるほどね、うん、まあそういうのを考えながらそのね、うん、このドラマをまあ見たらいいかなと思うわけですけども、うん、まあちょっとね、まあ、現実の渋谷天外さんと成田さんがやる渋谷天外さんを比べてみたらいかがでしょうか、うん、まあほんでドラマと、うん、あの実際をまああんまり混同せんことやろうけどな、うんうん、トータス松本すべて書かないでくださいね皆さん。そうそう、トータス松本も悪役振られてかなり損してるやろうけど、いやいや、むしろいい演技したんで評判良かったですよ。ああ、後になった、ね、むしろね、死ねと言われるということはそんなすごい演技やってるから。まあそういうことやろな。まあそういうことなんで、うんうん、まあ、あのドラマは最終回だと思うんで、まあ感想を書いてくれると嬉しいなと思います。いつも見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう、うん、はい、はい。